こんにちは。ニュージーランド国際交流員のロティビオカサンドラです。皆さんお元気ですか？私は元気です。あと1ヶ月くらいで一宮市の国際交流員としての3年間の契約が終わって、今月末に帰国します。その前に皆さんに伝えたいことがあります。この動画は振り返り動画であり、私のお別れのメッセージでもあります。最後まで見ていただけると幸いです。3年間一宮市で培ったさまざまな経験をずっと忘れません。3年間を振り返って一番思うことは、恵まれた環境の中で国際交流活動に従事することができたということです。一宮市で3年間暮らして、仕事をして、人と触れ合って、とっても充実した生活を送ることができました。市内の小中学生にニュージーランドのことを紹介したり、国際交流イベントに参加したり、市の皆さんといろいろな交流をしたりしました。1年目初めての学校訪問、しかも中学生を対象にプレゼンテーションをしたんですよ。一応事前準備をしましたが、何も分からずに当日の流れを全然想像ができなかったまま学校に行きました。とっても緊張していましたが、なんとなくうまくできたと思います。まあ問題はありませんでした。それから多くの市内の小中学校を訪問するにつれて、学校訪問に慣れていきました。そして小中学校だけではなく、一宮特別支援学校、一宮東特別支援学校、一宮西高等学校も訪問し、3年目の時には大成高等学校を初めて訪問しました。子どもたちがニュージーランドに興味を持ってくれて嬉しく思います。学校訪問で得た経験は非常に貴重だと思います。ニュージーランドセントテレザス小学校と一宮市立大和東小学校の英手紙交流の継続も維持できてよかったと思います。そして日本語と英語の翻訳はもちろん、たまに通訳もやりました。初めての通訳の仕事は1年目の時でした。2019年ラグビーワールドカップに向けて、南アフリカのラグビー代表チームが一宮市で事前キャンプをする予定がありました。一宮市とスプリングボックスのマネージャーのミーティングに通訳者として参加させていただきました。ものすごく緊張していましたが、プロの通訳者ではない私に対して、参加者の皆さんは優しくしてくれました。そして事前キャンプ期間中の練習公開日に、私はスタッフとして応援ができて本当に嬉しかったです。スプリングボックスのマネージャーは私のことをよく覚えてくれて、冗談を言い合いました。スポーツ関連の通訳業務はラグビーワールドカップ以外にもあります。それは東京2020オリンピック・パラリンピック大会に向けたアメリカ合衆国女子シッティングバレーボール代表の事前キャンプの覚書締結式です。これらの大きなスポーツイベントの手伝いができて光栄です。またフレンドシップフェスティバルや七夕グローバルサマーセミナーといった一宮市国際交流協会が開催するイベントで、多くの市民や協会のボランティアと触れ合うことができたおかげで、一宮のことをもっと知るようになりました。一宮市の国際交流員になって2年目の冬に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大があったため、仕事の内容が少し変わりました。例えば愛知県の緊急事態宣言に従って一時的に学校訪問が中止されたこと、多くの人が集まる交流イベントもできなくなったことなどです。学校訪問がなかったから、私たち国際交流員は新しい企画を考えました。協会の YouTube チャンネルが開設され、自ら動画を作成することになりました。
内容を決めて原稿を作成して動画の撮影と編集をして完成した動画を投稿しました。最初は慣れないことをするのに戸惑ったんですが、徐々に慣れていきました。正直この仕事を始めた時、 YouTube の動画を作るなんて想像もつきませんでした。そしてコロナ禍の前には仕事だけではなくプライベートの時間も充実できましたよ。1年目の時、私の妹がワーキングホリデーで来日しており、一緒に暮らしていました。なので休みが取れた時に旅行をしました。東京と大阪はもちろん、京都の伏見稲荷大社、長野の渋温泉、和歌山の高野山、兵庫の姫路城と阪神甲子園球場、広島の原爆ドーム、平和記念公園、厳島神社、鳥取のコナミュージアムなどに行きました。今この3年間を振り返ってみると、結構多くのところに行けたんだなと思います。残念ながらここ1年間ほどはコロナの影響で旅行できませんでした。正直まだまだ行きたい場所がたくさんあります。まあコロナ収束後また日本に戻ったら行けばいいですね、家族と一緒に。ウィズコロナの仕事は挑戦的でしたが、いろいろな新しいことに挑戦できてよかったと思います。私はこの職場を離れますが、ここでの経験を自分の強みとして生かしていくつもりです。これからはニュージーランドに帰って、できれば日本と関係のある仕事をしたいと思っています。お世話になった皆さんに心から感謝しています。さようならと言いたくないので、また会う日まで。